はい、どうも皆さん、いろじゃんです。マインクラフトサバイバル実況1日目が終了したということで、続いて2日目いきたいと思います。いやー、ちょっとお腹すいたな。パンでも食べるか。ちょっと食料欲しいから、豚カル猫はそのままにして、肉とかもっと欲しいな。ちょっと豚ちょうだい、肉。待て、豚。よいしょ。肉ちょうだい、肉。もう一匹。肉ちょうだい、肉。よいしょ。肉手に入ったのはいいけど、なんか石炭とか欲しいな。もうここの宝箱とかないかな、村の。いた、スケルトン。でアップで、で危ない、スケルトンやられるとかだ。違う、食べよう。とというもんはないのか。あったあった、時。私が出る。あ、ゾンビが来た。あ、すまん。ほい。よし。やばい。いて。いて。寝ないとまずい。これ。いて。マジでいて。よし、死ぬ。あ、死んだ。あ、おかえり。ちょっと一旦寝よう、ここで。ふぅ。お、死んでる、ゾンビとか。助かったぜ。危なかったな。あ、これなんか似たような場所に、なんかない。お、マジか。なんか同じやつが入ってるけど、これ。お、いいね、ダイヤの、あ、鉄のツルハシ。ちょっと仕方ねえな。ここにチェスト置いて、2つにして、でこれ入れる。こことかいらないよな。土は必要か。あれ、石炭じゃねえ。いて、肉は食えるぞ。肉、石炭取るぞ。結構取れるじゃん、石炭。奥にもあるぞ。これとかも取っちゃって。まだ洞窟行く必要ねえな。石炭めっちゃある。ここ。一時はどうなるかと思ったな、意外と。意外と楽じゃん、サバイブも。サバイブも楽勝だな。もう18だ、19、20。一旦これでおしまいか。石炭送りまったんだ。一回取れるもん全部取っとこう。よし、これでやっと肉食えるわ。石炭2つで焼いた方が効率がいいからね。ここはゴミ箱か。向こうの村を結構探索しようと思ったけど、夜が2回明けてしまったな。いや、夜が明けたんじゃなかった、日が暮れてしまったな。そろそろ夕飯の時間か。もうすぐでモンスターも湧く頃だしね。お、もう全部できてる。じゃあこれとこれを焼く。こっちも全部完了。石炭は結構余ってるという。石炭は入れとくか、ここに。まあ、次の肉を焼くときのためにね。ちょっとこれ最後焼き終わったら終わりにするか。もう夜も暗くなってきたしね。おお、できた。結構石炭余ってるね。石炭はまあ、ある分に越したことはないからね。肉とかも、豚とか倒せばいいし。よし。
焼き豚、焼き豚美味しいよね。美味しい焼き豚。まあ、ちょっとあれどうしよっか。焼き豚は美味しいからちょっとこう入れといて。料理した調理した牛肉、焼き羊肉、これ食料にとっとくか。これはこんぐらいかな、とりあえず。